はい、えー、ゲームコレクターの酒館です。本日は2020年12月13日、作家学院ゲームコレクター部スタートです。えー、とこの配信はゲームコレクターの酒館がなんとなく、えー、あ毎日ね、えー、と23時頃になんとなく、えー、30分ぐらいね、配信をする、えー、と番組です、はいえー。チャンネル登録よろしくお願いします。また、えー 概要欄にね、僕が関わっている k i n d l e 本へのリンクがありますので、えーと、ご興味のある方、もしくは僕のコレクター活動にご支援いただける方は、ぜひ、えっ、ー、と、k i n d l e 本を読んでください。また、お仕事の連絡はいつでもお待ちしております。で、本日の予定ですが、<laughs> えっと、まず 3DO の話で AI 商費。地味ですね。はい。で、えっ、ー、と、 今週でね、えっ、ー、と、今週発売タイトルをね、えっ、ー、と、日曜日なんで見ようかなと思います。で、えっ、ー、と、時間があれば質問箱やって、最後に本日の記念日ゲームという流れで進めていきます。ということでね、まぁ、あ、ちょっとまず雑談からちょっとしとこうと思うんですけど、まぁ、あ、ね、いつもこのコレクター、えっ、ーえー、と、ゲームコレあじゃない、まあこの配信のね、で、いろいろこうゲームの話をするんですけども、まぁ、あ、まぁ、あ、ちょっといろいろと、まぁ、あ、 もともとね、Kindle 本を出しながら、まあ、どうやってこう、そこにお話をつなげられるかなってところから始めたんだけど、まああんまそこはうまくいってないんだけど、まあそもそもね、まあ普段どういうものをこう見てるのかなっていうのを話をするのがまあいいのかなと思いつつね、まあいろいろやってるわけですよ。で、特に最近の流れだと、一応こう、えー、っと、土曜日に、えー、っと、 ミツーさんの、ね、ランキンキグ見て、えー、と日曜日に、えー、と今週発売タイトルを見てでに月曜日にゲーマーさんの、ね、人気記事を見るって、まあ、大体これを3つはこう、まあ、一応流れとして作ってはいるんですけどこれなんでこういうのやってるかっていうとまああのー。 まあ、ゲーマーさんのね記事を見るのは単純にこう今何が起きてるのかっていうのどこを切ればいいのかよく分かんないからとりあえずあの強制的に見るっていう習慣つけてるだけなんですけどあのー、ランキングっていうのはね結構こうコレクター的にはねポイントになる一つなんですよ、まあしゅ。いつも集計はつけてあるんですけどデータとして持っとってはいるんですけど結局ねよく言われるのがほら、あのー、ゲームをさなんか あのー、なんだいいゲームがプレミアがつくわけじゃないんですよ。でかといってなんかよくなんかひったかぶりする人がなんか後でねこれが名作って言われたからね,こうね昔最初の頃気が付かなくて名作だからこう値段が跳ね上がったとかなんか言う人もいるんだけど。 でまあ、当時のその見る目はなかったのかって言うんだけどまあ、そういうの見る目がないとかであるとかじゃなくてそもそもね雑誌とかは基本的にはちょっとこれを、ね、お金広報的なものがあったりいろいろこうメーカー都合があったりでこう宣伝するものも限られてくるから、まあね、まあたまにはもしかしたらそのライターさんの目でこれが面白いと思ってピックアップしたのもあるけどもそんなものよりもね大手のタイトルがどんと出る方が多いんだからまあ <laughs> 目立たないものは、目立たないまま終わるのは確かなんですよ。で、だからまあ、メディアのせいもあるんですよね。で、逆にその、誰かが見つけてこれだって言って、こう、広がる可能性ができたのは最近でしょ。まあ、最近というかもう20年ぐらい経つけど、インターネットとかできてからでしょ。だから90年代とか80年代に、口コミでわっと広がって面白さがあっていうものはないわけですよ、基本的には。うん。だからやっぱりその、ね だろう人気があるからうんぬんとか後から見つかってプレミアとかじゃなくてまあ本当のところはその出荷数がそもそももあったかかどうかなんですよ <laughs> だからこういうランキングに入っててある程度こうね入ってるタイトルっていうのは後々プレミアついてないっしょみたいなそんな話なんですよ。だからまあそういうのをね後々こうデータを見た時にああそういうものなのかって分かるようにまあ一応データを取っとこうかなっていうところでやってます。 まあそれがどれほど役に立ってるかは分かんないんだけど、あとで、その、肌でね、感覚的に、これランキング入ってたよね、入ってなかったよねってところが、ちょっと後々基準として使いやすいかなという、まあそういうところはあります。で、その一方でね、その、この発売タイトルをね、今見てるのは何かっていうと、まあ、まあ、要は見る、見ないじゃなくて、それもデータにつけてるんですよ。<laughs> はっきり言って。あの よくほらゲームソフトを集め始めた人たちが自分が何持ってるかチェックするじゃないですか。でもそれはもう僕も90年代の頃はやってたんですよ最初。最初で、ね、それをやったらね どれを持ってないのかっていうのを知らないといろいろ調べるときにこうお店行ったときとかねいろいろと都合が悪いんですよ。だから持ってるもの持ってないものを限らず全部データにするっていうところがまあ大事になってきてでそうするとそのデータいつ作るんだって言ったらあのまあ最初はね例えばファミ通でも何でもいいんですけどスケジュールのってやつをちなみこう入れてたんですよ。 でそうすると、発売されないものとか、発売延期されるものとかがあって、もうけわかんなくなるんで、もう毎週発売されるときにデータを入れようってやったんですね。だから今、でも一応こうデータがちゃんとずっと継続して残ってるっていう感じです。まあ、最近は本当、Amazon をメインに使ってます。そういうデータを取るときには。 うんだからアマゾンで売ってるっていうのがまあだから僕は通常販売物のコレクターなんであんまりその非売品とかにこだわらないとかそうなんですよねだからアマゾンで売ってるっていうのは基本的には一般販売物なんですよ。たまにねこう どこだか限定とか通販限定とかいうのもあってそれが分かると一応チェックしてデータには入れとくんだけどただあまりにもねその DS の頃にどこどこ病院で買いますとかそういうのってスケジュール出てこないしまあでも普通に買えないからあれは非売品と同じ扱いでいいだろうとか言ってまあそうやってデータは作られてるんですけどまあそういうこともあってね一応こういう発売のこうなんだろう話をこうするっていうのはその前提としてその データを自分で取っっってててますっていうのがあってだからその取ったデータの中から一部をこうブログに上げてでこうやって話をするっていうまあそういう流れを作ってるんですよっていうところでねまあ一応だからこうこも,もね作艦学院ゲームコレクター部っていうねえっ、ー、と名称でこういう配信をやってるのはまあ一応なんだろう話をこう なんかまあコレクターさんが何をやってこうコレクションしてるかとかわかんないじゃないですかだからその辺がちょっとでもこう概要がねが伝わればいいかなと思っていろいろな話をしてるつもりですまあ人それぞれだしまあなんだろうねこうねえゲオとかで安いゲーム買って部屋に積んでればこう コレクターっってて言えるっていうそういう世界の人はそれはそれで構わないんですけど、まあ、僕は僕なりにそういうこだわりがある中でやってるんでまあそれを参考にする人がいるならいればいいしまあいないならまあいないで消えてきますよ。<laughs> まあそんな感じですはい とということで今日は 3DO、ね、の話は、えー、と AI 将棋、えー、とこれ AI 勝利なんですけども1995年9月14日発売なんですけどちょっとね変わってるのはねこう対等なんですよね対等が勝利のソフトっていう割とこうねあの疑問はあるんですけどまあその一方でね AI 障子 AI って言葉が、まあ、いつぐらいからこうありがたがられてるんだろうみたいな今なんかもほら AI っていうと ね、例えば、まあ、YouTube なんか見るに際にしてもあのおすすめじゃないけどそのトップページとかにバーッて出てくるのなんとなく自分があこの人が見そうだなって思う、まあ、今までのね集計からこうデータ分析をしてこう出してるわけでしょあれも一応 AI なわけですよ AI っていうのが定義がよく分かんないんだけど正直だからまあまあやってることはねまあなんか 特定のルール作ってそれに当てはまるものやってるっていうだけでまあ正直 Google なんかもねあのちょっと調べ物で一回なんかその日集中して何か調べるとそれが検索内容そこ YouTube とかに反映されてももういいよそれいらねえよみたいなね amazon なんかもそうでしょうんかこう アマ,ゾアマゾンじゃない YouTube でもグ o o の広告とかでもさそのいやもうそれ散々見たからいらねえよって広告がしばらくこう続いてくるみたいなだから AI って結構バカなんですよね <laughs> ただあの AI がバカなのは幅広い範囲で何かやろうとした時のその何を基準にしてやるかだから Google なら検索でしょだから検索 検索ってね、いつも同じものを検索してるわけじゃないから、何回もそれ出されても困るわけなんだけども、将棋の場合は、やっぱり、このパターンが来た時には、これ、これ、これがこう最強目とかね、これとこれとこれの方法でいくと、どれが何手目でどうなるとかね、そういうところをばーっと早,早い計算して、ばーって計算して、AI ですね、結論を出すって、まあ、そういうところでいくと、まあ、あの日々、 いうかゲーム機のね機能がああのスペックが上がっていくとどんどん利口になっていくよねというところでじゃあ 3D 化の頃どうだったんだろうっていうと多分ファミコンやスーファミの頃よりは頭がいいのかなっていうまあそういうようなところですねだからまあこの時期は何だろうこうパソコンの障子のチャンピオンを決めてもそことこうリアルなねあの 将棋の棋士とこう対決させて勝てるかっていうとまあそうは勝てないだろうって感じだったけど今はどうかなって、まあ、そういうのはそのパソコンの方のそういうスペックの上がり方ですよね。でこれはどうなのかっていうと「最強の棋士登場」「パソコンで大ヒットした AI 将棋を完全移植」「将棋ソフトの常識を打ち破る自然な指して素早い思考時間」 鮮やかなグラフィックと迫真の音声で対局を演出自由な盤面の編集や対局の保存読み込み可能 さらに磨かれた最新バージョンのデータを搭載ってことで、だからパソコンで大ヒットした AI 勝利のシリーズなんだけども、その時期としては多分パソコンでね、単純移植じゃなくて、さらにこう磨かれたバージョンアップバージョンアップして最新版が入ってるよみたいな、そういうところですよね。あと、ボイスっていうのももしかしたら、まあ CD になってるのね、メリットってところがあるかなって。素早い試行時間っていうのは、まあ、これは基準としてはね、あの、なんだ、こう、 強いものを作ろうとしたら、まあいくらでもこうパターンを見てね、こう見てくるっていうのはあのできるんだけども、でもあんまり長い時間かけるとダメってこうバッサリ切るとおバカになるわけですよ。だからそれがどんどんスペックが上がってくると、それが短時間でできるからその切られる範囲が少なくなるってところでいくと、まあ 3D 用の時代のえっ、ー、と素早い思考時間ってことなのかなってところですね。はい。 まあこの時のこの頃のね 3DO のソフトはやっぱりあの今のねこう家庭用ゲーム機とかのカチッとしたこう UI 周りじゃないんでちょっとその辺が難しいかなってところもあるかなでもまあ表示ソフトだからまあ <laughs> あの大してまあができればどうでもいいかなってところですねはいということで 3DO のタイトルどんなタイトルがあるか気になる方はぜひキンドル本のねゲームコレクター作家のアンコンプリート 3DO をよろしくお願いします ということで、えっ、ー、と、今週発売タイトルをね、ちょっと見ていこうかと思います。えっ、ー、と、今週はね、えっ、ー、と、2020年12月13日から、えー、と19日に発売されるタイトルですね。えっ、ー、と、全部17日に固まってます。はい。で、えっ、ー、と、まず、オーバークック、あ、そうだ、その前にあれだ。先、先週じゃないや、おととい、おととい、木曜日。 木曜日に発売されたねゲームの中で、えー、っとまあ、先週ね発売タイトルを読み上げたりはしたんだけど、えー、っとトレイルメーカーズってタイトルがまあ、発売されてるんですけど、それのインプレッションがねゲーマーさんの方であのアップされてますので、ぜひインプレッション見ていただければと思います。えー、YouTube はリンク貼ろうかな。はい ということで、えっ、ー、と、13日から19日ですか、全部17日に重なってます。かぶってます、全部。で、まず、オーバークック、王国のフルコース、えっ、ー、と、通常版、PS5 版ですねで。これ、これ、他ので出てるやつだと思うんで、新作じゃないんじゃないかな。まあ、でも、ともかくね、あの、あ、間違えた。あの、 オーバークック、えーとこれで、オーバークック、オーバークック2に加え、ダウンロードコンテンツを全て収録なんで、まあスイえっ、ー、と PS2 でもスイッチでも、PS4 PS でもスイッチでも、あのー、オーバークックはね、1も2も出てるはずなんで、でなんかスイッチだと2を出した後に、 ンとののカップリングが出てんのかななんかよくわかんない変則的な発売のされ方してるんでまあ出てはいるんだけど結構品薄なのかなって気がします。というのはアマゾンとかで見ててもねなんかもう中古しか売ってないような状況じゃないかな。それか値段があんま落ち,落ちないかな。まあそんな感じなんですけどもまあまあでもまああれか。綺麗 画面が綺麗ってことか。はい。まあ、そんな感じです。はい。次。えー、っと、Gnose や、えー、スイッチ版。これ、ダウンロードが出てるのか、出たのか。えー、もう4月に出てますね。ダウンロード版は。のパッケージ版で、パッケージ版には、えー、っと、初回生産源特典が入ってるのか。うん。 まあだから最近よくあるパッケージにあまりメリットがないタイプかなちょっとおまけが入ってるのを欲しいかどうかなのかなえっ、ー、と「グノーシア」は SF 世界を舞台にしたいわゆる人狼系ゲームを1人で遊べるようにしたものです1人プレイは15分程度で集会するたびに主人公および各キャラクターの配役が配役や展開が変化しますということですね まあいいやそんな感じはい次えっ、ー、と幻想牢獄のカレイドスコープこれがスイッチ PS4 ビータのねマルチですねでえっ、ー、と完全生産限定版ありますねあのつあのスイッチの通常版完全生産限定版 PS4 のスイ、えー、通常版完全限定生産完全生産限定版 ビータの通常版完全生産限定版っていうまあパターンがあるってことですね。ただ完全生産限定版の中身は多分あのどのバージョンも一緒だと思うんでまあ無理にね全部こう限定版買う必要もないっすよってところかな。で一応えー、っとあれか17んちゃらカンタさんの作品ですね。 <laughs> というかこれだいぶ前から予定出てて伸びてこの時期じゃないかなあのアマゾン見ててね分かったのがとりあえずビータの発売予定はこれで終わりのような感じなんでいやービータ長らくお疲れ様でしたご苦労様でしたっていうね最終タイトルになりそうですはいいや もう今年の頭ぐらいからねビータどれが最後かデッドヒートでただなんか毎回こう後ろに後ろにね後ろに後ろにこうタイトルが出て検索してあの毎回僕アマゾン見る時にはまずそのハードをハードを選んで でソフトパッケージとかの項目チェックしてその後発売日順にする発売日順でいいのかな最新から順かなまあいいやそれで出るとまあ最新のタイトルが出てくるんでまあ今だとスイッチとか PS45 だと来年の3月とか4月とか5月とかまあそういうタイトルが頭に出てくると思うんだけどビータはね長らく前からねこの 幻想牢獄のカレイドスコープが出ててずーっと出てて12月っていつなんだろうみたいなね感じだったんですけどまあよくあるのがほら12月31日とか発売日がアマゾンとかで振られるとあこれ延期になってこれ出ないだろうな出ないだろうなと年またぐとねあの消えたりしてあやっぱ出なかったんだみたいな気がつくんだけどまあともかくねこうカレイドスコープはこうビータ最後になりそうなのでまあビどうしてもこうビータ最後のタイトルをねこう これこそ最後だ。これこそ最後だ。ってね、買い続けた人は、これで多分本当に終わりだと思うので、あの、あの、フィニッシュしてください。<laughs> はい。で、次。えー、っと、555次元ゲーム、ネプチューヌリバー、リバースっていうのかな。えー、っと、これがプレステ5で、えー、っと、55エディションもありますね。まあ、ネプチューヌのね、あの、タイトル、 えー、言い方悪いけど結構限定版ね崩れしてますよね。はい。まあいいんですけど、はい。何だろう。なんか最近の、ね、ネプチューヌ、ネプチューヌって結構ほら PS3 のリメイクが PS、えー、なんだ、ビータに行って、ビータからそのリマスターかなんかが PS4 に来たりとか。なんか結構そういうのあったり、なんかこのシステム見たことあるなとかあったりするけど、今回は新作なのかな。 結構ね今プレステ5ってほらあのー、なんだかんだ PS4 とマルチ展開が多すぎてあんまりこう新作っぽいのがないんでこれがちゃんとした新作であってくれるといいよねっていう感じだけどどうなんでしょう。<laughs> えーとゲーム業界それは4人の女神たちによって守護されている異世界の一つ後に、えー、守護女神戦争と呼ばれる世界の覇権をかけた争いを繰り広げる4人の女神たちだったが人々の住む世界はマジェコンヌの陰謀により、えー、モンスターで溢れ返っていたなんかいつものお話っぽいな <laughs> まあいいや <laughs> まあそんな感じですよはい <laughs> で次 えーとジャンプキング、これニンテンドースイッチですね。これピッキーさんのなんか、あの縦スクロールというかジャンプしていくアクションゲームですよね。えー、ジャンプキングとはスウェーデンのネクスリア、ネクスネクシリ、ネク,ネクスリ、ー分かんないな、<laughs> 社が開発した今ちまたで話題の縦スクロールアクションゲーム、ある伝説を信じ、男がひたすら撤廃。 て,て,てんっぺんを <laughs> 目指しジャンプするゲームである。まあてっぺんで間違い、てっぺんの間違いかな。はい。ということでね、まあいいんだけど、なかなかね、この公式サイトでね、5時やっちゃうとちょっとめんどくさい感じです、ね。なんで直らないんだろうって感じです。まあいいや、次、はい。チルドレン・オブ・モルタ、家族の絆の物語が任天堂スイッチ o s w と PS4 ですね。 えーとこれは DMM さんのやつですね。世界へ守れ家族のために。ということであれかなドラゴンスレイヤー4ドラスレーファミリーって感じかな。<laughs> えと家族の絆の物語「チルドレン・オブ・モルタ」はハイクオリティなピクセルアートで描かれるアクション RPG。 大切な人々を救うため闇に立ち向かう勇敢な家族の絆の物語、ベルグソン一家を導き来る邪悪に立ち向かえっていう感じでね。まあ、はい。<laughs> うん。キャラクターたちはそれぞれ個性的なスキルや戦闘スタイルを持つダンジョン探索開始時に好きなキャラクターを選ぶことが可能。なんか本当ドラゴン。 ストレイヤー4っぽいですねまあ全然違うんだけどねはい次 <laughs> テニステニスワールドツアー2これも任天堂 t e n d s w i t c h と PS4 ですねこれはなんかあんま公式サイトに情報なかったんだけど何だろうこう結構あの1が出た時は大阪なおみさんがちょうど優勝したかなんか優勝したかったかな 違ったかな。なんか結構こう話題になってる時期で大阪さん直美さん出ないのかなとこうキャラクターのとこバーッと見た記憶があるんだけどこれワールドツアー2は特に何もなんだ選手情報も何も書いてないっすねまあいいや <laughs> ないならないでいいやはい次 えっと、ファミリートレーナー、ニンテンドースイッチ。これ、バンナムさんのタイトルで、まあ、ファミリートレーナー自体は、もともとファミコンで出たタイトルでね、マット使って遊ぶようなゲームだったんですけど、えっ、ー、と、Wii の時にね、えっ、ー、と、あの、Wii ボード使って遊ぶようなことが、あれ違ったかなマットも使ったかなまあまあまあ、とにかく体感ゲームとしては、こう、復活はすることはあるあ、マット使ったか。 実はあの Wii のね、やつはね、あの、Nintendo ー,ールド見に行っていろいろやった記憶があるな。うん、まあいいや。で、だけど、まあ今回はマットじゃなくて、なんかレッグバンドっていうのをつけてね、そこ多分、あの、あれかな。あの、なんだ。リングフィットアドベンチャーとかと同じような感じのノリだと思うんですけど、そういうのをつけて、こう、 プレイするんでマットがないんでほらマットがあると結局マットを踏むってところが入るとどうしても早く走ろうとすると力が入るんですけどあのニンテン、Wii のねえー、っと WiiFit の中のあのマラソンみたいなやつねあれコントローラーポケットに Wii リモコン ポケットに突っっ込んでこう走って,ればいいってあれも、まあ、まあ一応こう揺れてればいいから <laughs> まあそういう意味ではそこまでドタバタしなくてね済むっていうようなこともあったんでまあそういう意味では割と健全な改良なのかなってマットってさやっぱりこう日本のね家庭事書を考えるとあんまりこうね 鉄筋の,あの家に住んでますみたいな人いないからあの基本的にはみんなそのドタバタやると下の住人に怒られるっていうねまあそういうまあ一戸建てでもねやっぱ多分子供も部屋2階にあってあの家1階の居間でお父さんたちがぐっすり休んでる時に走れないとかもあると思うんだけどまあそういう意味では多少。 よくなるんじゃないのかなまあ実際どんなゲームが入ってるか知らんけどねはい次えっ、ー、と「魔女の泉3」「リファイン、えー、人,形人形魔女アイルディの物語」えっ、ー、とこれは何だっけな なんかパソコンかなんかで出てたゲームのリ,マリメイクかなんかのシリーズ違うシリそれのシリーズの何作目かってことだよね多分えー、っとあんま情報がちゃんとないなえー、っと「魔女の泉」シリーズとはインディーズデベロッパー、えー、キウィワークスが2015年からスマートフォンアプリとしてリリ <laughs> いきなりパレージが戻ったとえー、っと <laughs> リリース、えー、スマートフォンアプリとしてリリース続けているタイトルで昨年末に4作目がリリースされました「魔女,のお揃え魔女と恐れられる神族の少女を主人公とした魔女育成 RPG」シリーズで有料アプリにもかかわらず累計170万ダウンロード以上を達成する超人気シリーズって書いてあるけど昨年4作目が出たけど今回のは3なのか。 で、リファインだから、まあ、3のリファインってことだよね、多分。まあいいや、次。えっ、ー、と、マンイーター。これね、公式サイト見つからないんですよね。a <laughs> m、はい、アマゾンで見つけたからいいんだけど、公式サイトないから情報よくわからんっす。はい。次、えっ、ー、と、密室のサクリファイス。アビス・オブ・ザ・サクリファイス。まあ、出るらしいですね。はい、次。えっ、ー、と、妖怪学園 Y。 ワイワイ学園生活これ通常版あれと Nintendo Switch と PS4 ですねえっ、ー、とこれ妖怪ウォッチシリーズが多分この前出た去年か4で一応こうあのシリーズケイタのシリーズとしては完結したのかな で,でもまだ妖怪シリーズシリーズ妖怪ウォッチシリーズあるよってところでこっちに流れてるまあアニメとかの関連もあるからねまあしょうがないけどでも今回からはもうスイッチ PS4 マルチ最初からマルチっていう展開でいくみたいですねはい。 っていうか12歳以上なんですよね、セロが。もう対象年齢も変わって、どんどんよくわかんない方向いきますね。まあ次。はい。竜王のお仕事。えっ、ー、と、スイッチと PS4 で通常版と完全生産限定版。確かこれアドベンチャーゲームなんだけど、将棋も入ってるよみたいなタイトルですね。はい。 であレンカ版としては「スター・ウォーズ・ジェダイ・フォールン・オーダー」の EA ベストヒットと「えー、と新桜大戦」の新価格版が発売されますということでねまあ大体あの今回今週の発売タイトルはこんな感じになってますまあこの辺でいくとまああんまりランキング上位いきそうなタイトルなかったかなというところですかね ということで最後ね、本日、あ、すぐのいけるかな。えっ、ー、と、集団生活が苦になる時ない <laughs> えっと、まあ、あんま今集団生活ないからな。でもまあ、サラリーマンとかは集団生活でお金もらってるようなもんだから、まあ我慢しましょう。<laughs> 我慢できなければやめましょう。まあそういうとこですね。はい。まあ、もう一個ぐらい答えとくか。 えとめちゃくちゃ感情が表情に出ちゃうんですけどこれって良い時と悪い時がありますよね直したい、えー、と直してください <laughs> あのー、出る方がいい人もいれば出ない方がいい人もいるから、あのー、その特性に合う行動をすればいいんじゃないですかね <laughs> はいということで最後本日の記念日ゲームはえっ、ー、と1990年12月13日に発売されたベストプレープロ野球90が30周年になります多分ねこれ ベストプレフレ野球っていうのは最初に出たやつとそのデータ入れ替え版が出てで2が出た後に9 0でこれが日本野球機構公認最新データ実名仕様って書いてあるから多分ここから実名仕様になったんじゃないかなと思います。はいまあね ファミスタなんかも92ぐらいだったりとかもともとあのリアルスーパーリアルベースボールが88でね初めてこう実名使ってそこからみんなプロ野球野球ゲームが少しずつ実名になってったんだけどもあの頃のね実名になる流れって結構遅かったんでまあまあそこそこ早い方なのかなという感じもしないこともないですということでね本日はここまで以上作艦でしたおやすみなさい